はい、みなさんこんにちは。今回はですね、たまたま寄ったワンダーグーでめちゃめちゃ珍しいガチャガチャが置いてあって、それがこちらなんですけど、いつのだよいつの、なんでお前あるの、わしにもわからん。やってきたんですけど、いやね、収録カードがわかんなかったんで、とりあえず3周レアカード、多分ああいう系ってね、なんか周期ごとにレアがある周期ごとにレアがまあセットされてる、まあ今のドラゴンボールヒーローズの配列みたいな感じだね。だから3回レアが出るまで回そうってことで回してきましたまあ今回こちらね、紹介していきたいと思います。イエーイ。昔のカードって本当にいいよ。うん、まあとりあえずね、まあこんだけこんだけ回します。でもこんだけ回して1000円ちょっとだね、1500円とか、今だったらもう200円とかするからね、こういうのでも1回回すのにね、本当に嫌になっちゃうわ世の中というわけでね、まあ、早速紹介していきたいと思います。ないと思うんだけど、一応スリーブにね、めぼしいやつはスリーブに入れてありますといった感じで、そこの上に乗せていこう。まず魔人ブーね、いいよね昔の作画の魔人ブーいいよね。で、いや本当に昔の作画って感じだよねこれ全部で、フリーゾコめっちゃかっこよくねこれ。ここのカットインもいいしね、この作画もいいし。で、ミスターサタンの、まあ、昔の作画っぽいですよね。で、これ2枚と、このね、ベビー寄生隊めっちゃ好きなんで、めっちゃ嬉しかったですね、これは。で、まあ、なんかサポートカードですね。で、栽培マン。いいよね、こういうカード一つ一つにもね、味があるんだよね、本当に。で、トランクス。なんかなんだっけ、これ、レッド総帥の嫁なんだっけ、確か。との嫁がこいつで、あれでしょ、マゼンタが生まれたんでしょ、確か。で、通信ロン、ウール。で、バイオマン。バイオマンもいいよね。かっこいいね。バイオマンですらかっこいいね。キメイシすら、じゃあ、キシーメだ。キシーメすらかっこいい。で、ベーズイータの、まあ、今のカードでもあった気がするな。ヒーローズでなんかこういう構造を見た気がする。で、サウザー、ホワイト将軍は、あれだね、心臓人間8号とか出てきたところだね。で、これ多分あれね、ご飯のなんか、嫁、元カノではないけど、デートしたやつだよね。アニオリでデートしたキャラだった気がする。で、まだまだあるんでね。で、はい、イーシンロン。これもいいよね。かっこいいよね、これ。めちゃめちゃかっこいいんで、スリーブ即入れましたね。で、手だれの技っていう、まあアニメのワンシーンですね。でも昔のワンシーンってだけでね、楽しんでね。で、ギヌの違う、足が逆だみたいな、セリフのとこですね。で、2枚目のご飯。で、これ、シェン、めっちゃいいよね、これ。これがね、100円で5セットか。100円で5枚セットで出てくるんですけど、いや、こういうのね、1枚20円だからね、これ。つまり。で、めっちゃこれもう、本当にこれ出て嬉しかったというかね、収録カード知らなかったから、いや、まさかご飯未来がいるとは思わなかったんでね、めちゃめちゃ、これめっちゃかっこいいね、これ。本当にかっこよすぎる。ベジータ、トランクス、ご飯5点だね。あ、じゃあご飯5点。みんな、GT のみんなかっこいいんだよね。GT のサイヤ人ってめっちゃかっこいいんでね、本当に。見てない人はぜひ見てくださいと。で、パンちゃんのこの蜂のやつだね。で、これもいいよ。マジで、昔のカードで全部いいんだよ。ほんとに作画が全部良すぎる。ワンシーンがすぐご飯のね。和横カメハメハのご飯と。で、これちょっと覚えてないんだよね。どこだろう。通信論、悟空が通信中食って出てきたシーンだと思うんだけど、正確にはちょっと覚えてないんだよね、あそこ。で、まあ、この辺被ってますけど、まずキラーカード、これね、すべてをかけて。後ろにもね、この悟空とね、マシンブーが乗ってる。マジでこれが1枚20円でね、しかもまあ、備品ってことじゃないけどね、やっぱ昔のカードってことで、ちょこちょこ傷は、初期傷みたいなのあるけど、いや、全然気にならないね。こんな綺麗なカードは、まあ、ないんでね、正直。で、新たな敵、これもマジかっこいいしね。で、優勝いただき悟空もね、もう、で、これマジでかっこよすぎる。これが確か最初回した時に出たんだよね。そう。最初回して試しに見たらこれが入ってて、うわ、めっちゃかっこいい。もうこれを回すしかねえってことで回してきましたね。まあ、このセルトのワンシーンもいいでしょ。で、またフリーザね、出てきて、次が、あ、次、あ、これか。ガチャガチャのカードってね、結構傷つきやすいからね。何をしてんの？で、キラーカードの方が、こんな感じ。まあ、さっき1枚出たけど、まずこれね、ご飯&ピッコロ。めっちゃかっこいいね、これ。めちゃめちゃ当たり前でしょ、これ。マジかっこいい。本当に。何このかっこよさ。で、あ、これは違うけど、ベビーね。ジャネンバ。と、なんか、キラカードじゃないやつばっかり。すいません、許してください。あ、そうか、この3枚だね。キラカード3枚出るまでだから、さっきのにあれか。
そうだね、このご飯&ピッコロじゃねんば、あとさっきの魔人ブートのね、元気玉のワンシーンが出るまで、まあ、こんだけ回してだいたい1200円とかかな確か。はい、というわけで今回ね、まあ、こんな感じですごい昔のガチャガチャがあったんで回してきましたけど、やっぱりね、いいね、もう昔のやつはね、こんなにやってね、キラーカードもめちゃめちゃかっこいいのこんだけ出て1000円しか使ってない。ヒーローズだったらこれで3000円ぐらいあるんでね。はい、というわけで今回ね終わりにしたいと思います。まあでも結構最近ね、なんかそういう昔のカードをね、昔のカードがなんか入ってるガチャガチャで入ってる店がちょっとなんか増えてる気がするんだよね。そうだから、まあそういう店にもねぜひ立ち寄ってみてはどうでしょうかといった感じで応援したいと思います。ではまた。